皆さん、はじめまして、ドリオンと申します。今回はですね、シンバイオとアンジェスがこの、2銘柄がですね、注目を浴びてるんですが、シンバイオに関しては材料もあるし、業績も安定して、チャートがこう綺麗に上昇チャートになっていると。で、今日高値を、直近の高値を超えてくるかというところだったんですが、アンジェスに関してもですね、材料待ちではあるんですが、底値を固めて、今平均線もこう一番上まで来て、どこまで上がるかというところだったんですが、一応アンジェスもですね、途中はプラスで、推移してたんですが、最後はマイナス12で終わりましたが、一応このチャート的にですね、平均線の一番上に当たって、ちょっと下げるっていうチャートにも見れるんですが、一応こう陽線の後、上昇チャートで、一応十字線と捉えれば、明日この十字線を超えれば一気に1100円近くまで上がれるんじゃないかという、ちょっと分岐点というかですね、ここでまた失速してしまうかもしれないし、明日この今日の高値をですね、超えると一気に上に行けそうなチャートになってます。で、実際ですね、この陽線の後の十字線を超えていくパターンとして上がってったのが、ちょうどですね、このシンバイオがこのパターンなんですよね。陽線が続いてきてですね、その後十字線が出て、今日下げれば転換、下げチャートに転換だったんですが、この十字線上抜けていく、高値を更新していくというチャートになったのがこのシンバイオだったので、こういう感じになるとですね、明日アンジェスも面白いんじゃないかと思います。で、最後に、シンバイオとアンジェスの掲示板を見ていきたいと思います。アンジェス、国策として薬は国で買い上げる。今でも日本よりアメリカの方が発症率が高いのに、日本には原則入国禁止。今の株価がむしろマックスじゃないと失望しました。明日は今日以上の下げです。1年前に1年経っても P1 のデータすら出ねえよって掲示板に書いてたらフルボッコだったろうな。業績クソもう悪いな。もうチャートも全く当てにならない。完全にギャンブル。0か100しかない。アンジェスが出す IR は決算絡みのものやワクチン以外のものにとどめるんじゃないかな。ワクチン研究開発関連の情報開示は、厚労省または厚労省とアンジェスの共同化、国策だから。ここの、今日のですね、意見としては、やっぱりまだチャートというかですね、値段がプラスで終われなかったということで、若干やっぱ失望感というかですね、マイナスな意見が多いんですが、明日の株価次第では、明日プラスで高値を超えて、今日の高値を超えてくれば一気に流れも変わってくるんじゃないかという感じで、アンジェスに関してはですね、明日以降ちょっとチャート、株価を見ていきたいなと思います。はい、これはシンバイオの方なんですが、午前の底で買って午後では毎日利益でデイトレさんにっこり。チャートが綺麗、将来性もある。つまり無敵だから信用を増やしても駆られない安心感ある。確かにこのチャートがいいだけじゃなくてですね、実際業績も伴っているので、かなりこう安心感というかですね、はあると思います。不謹慎かもしれないけど、ズドン2連発が来たら1500ぐらいでもっと仕込みたい。どうせ2000の次は3000まで上がると。
いつの間にか57円上げてもたった 3% の値動きになってしまったのは大きくなったと。歓喜の IR を心待ちにしてます。7月7日まであと27営業日と。どこまで上がると思いますか？5000超えるか超えないか。まあ、ここはですね、アンジェストの掲示板の後に見ると、まあ、ちょっと対照的というかですね、まあ、チャートだったり、株価の調子がイーブンですね。かなりこうプラスな意見が多くて、まあ、2000超えるだったり、その次は3000とか5000とかですね、こう結構希望的に、希望がいいっていうかね、将来のいい見通しの意見が多くてですね、まあ、これだけやっぱ新バイオのこう業績とかですね、今ちゃんと結果出しているというところに、皆さんのこう心理が現れているなという感じです。まあ、新バイオに関しては、まあ、このままどこまで値段を上げていけるかというかですね、まあ、今の高値を更新しつつ、直近の高値を更新しつつ、まあ、上場来高値も目指せるんじゃないかというところで、まあ、アンジェス新バイオちょっと高値という面ではまあ違うんですが、まあ、ちょっとチャートが似てる部分だったりとかですね、同じこう医療バイオ関係ということで、まあ、明日以降もですね、ちょっと対比しながら見ていきたいと思います。今回は以上になります。ありがとうございました。